ビニャーレは、かつて存在した、イタリアのコーチビルダーであり、現在は、フォードのブランドの一つである。カロッツェリア・アルフレード・ビニャーレは1948年に、トリノのチリアーノ通りでグルリアスコ生まれのアルフレード、ビニャーレにより設立された。フィアット500トッポリーノに仮装された、最初のボディは1948年に、続いて、特製のフィアット1100が作られた。 ビニャーレの顧客のほとんどは、チシタリア、アルファロメオ、フェラーリ、フィアット、マセラティ、ランチアといった、イタリアの企業であった。1968年に、ビニャーレは、タトラ613のボギィをデザインした。ビニャーレがデザインし製造する車はこれらの自動車、製造会社の主な量産車からの派生車種で、通常は少数生産であった。ビニャーレは、 ジョバンにミケロッティとは密接な協力関係を保っていた。ビニャーレは1969年にカロッツェリアギアも保有していたデトマソ社によって買収されたが、両社とも1973年にフォードに売却され、ビニャーレのブランドは1974年に消滅した。1987年、フォードはデトロイトオートショーにて、 ーン,カンバ売ビニャーレと名付けられたコンセプトカーを出展。1993年にはジュネーブモーターショーにて当時フォードの参加にあったアストン・マーティンがラゴンダビニャーレと名付けられたコンセプトカーを出展している。フォードはまた2004年のパリモーターショーに出展したフォードフォーカスビニャーレというコンセプトカーでビニャーレの名称を再度使用したが、量産者は フォードフォーカスクーペイコールカブリオレという社名になった。2013年9月、フォードオブヨーロッパは、ビニャーレの名称を、フォードの欧州限定高級サブブランドとして、復活させる計画を発表した。GMC のデナリのように既存のフォード車の、最上級グレードとして設定され、内外装や装備がアップグレードされる。また、厳選されたディーラーに、 専用のラウンジが設けられて販売される。ビニャーレの名を冠する最初の車種はモンデオで、同月のフランクフルトモーターショーにコンセプトモデルが出展された。翌2014年4月には、ミラノデザインウィークにて、SMAX のビニャーレコンセプトが出展された。この他にも、クルガとギャラクシーにもビニャーレ版が設定される可能性があると報じられている。 2015年4月、フォードビニャーレモンデオの市販モデルが発表された。翌5月からイギリスで発売が開始される。価格は29,045ポンド。ビニャーレには、自社でデザインして製作した車と他社がデザインした、車のボディ製造のみを担当した車がある。ありがとうございます。